はい、りょうです。今日は、お休みです。で、なんと久しぶりに日焼けサロンに行きたいと思います。高校生の時に何回かちょっと流行ってたんで行ってたんですけど、通い詰めたことはないんでね。さっきちょっと予約の電話したんですけど、下地はできてますかとかいろいろ聞かれたんですけど、夏ちょっと焼けてたんで下地はできてるのかよくわかんないんで、初めてなんですって言ってもとにかく下地言われて、できてるのかよくわかりませんって言ったんです。ぐいぐい来られてちょっと不安な状態で向かいます。なんか変な緊張感が、大丈夫かね。どうでしょう、あんまりなってないか。なんかあの電話の予約の時のお姉ちゃんにグイグイ来られたんでちょっと不安でしたけど、受付の兄ちゃんが優しくてなかなか良かったです。初回の4回分安くなるっていうので一気に、6,000円も払っちゃったんで、ちょっとコツコツ通いたいと思います。ちょっと真っ黒になったんで、はい、行きたいと思います。マスターのサービスも豊富。いただきます。うまい。今同じことだよね。今シンバじゃないんで同じことだよね。鼻をほじくるよ。今鼻ほじくりましたよね。今鼻ほじくりましたよね。杉浦グループの YouTuber の事務所通してる。最近あれですよね。あの筋トレハマってる。事務所。